僕自身、大分が本当、はい、J2 残留をかけて戦っている中で、はい、実際に降格してみて、そしたら早い段階にジェフさんの方から、うちでやらないかっていう声をいただいて、やっぱどうしても、降格してしまったので、他の選手とは違った、考え、気持ちが生まれたんですけど、まあやっぱり一サッカー選手としてベタではありますけど、まあ本当にそういう気持ちが生まれて、僕自身、大分でプロ1年目で、プロ初スタメンがジェフとの試合だったので、そうなんですか、初スタメンで一応大分その時は勝ったんですけど、それは福割ですか。福割です、4年前ですかね、でその年にまた、プレーオフ決勝、ジェフさんとやらせていただいて、その時も勝って、でまあいろいろあって去年も福割でゴールを決めさせてもらって、まあいろいろ何か縁があるのかなと、なんか若狭さんそのせいでもしかしたら僕結構そのジェフにゆかりのある選手と何か分かんないですけどすごい仲良くさせていただいてて、1年目2年目とか林武さんに、あのお世話になって、もう毎日のようにご飯も一緒に行っていたし、で、3年目の頃は本当伊藤大輔さんに、もう俺と大輔さんに毎日のように一緒に、オフの日はもう毎日のようにゴルフ行ってたりそうなんだ、本当に毎日一緒に、大輔さんは本当に本当にあの J の中で一番仲良くさせていただいた選手って言っても過言ではないですし、まあ去年は本当素晴らしい選手で、ヒョウさんにすごいお世話になって、選手としてもいろいろ教えてもらったので、まあ、そういう方々には相談を、たけさんはしてないですね大輔さんとひょうさんにはしましたけどね、まあ本当にジェフは素晴らしいクラブだよ、ということを、ひょうさんもそれで言ってました、ね、ずっと教えてました、でもシビアなクラブだぞって言ってましたね、そこで勝ち残っていけば、あのサッカー選手としてもいくつもレベルアップできるぞということを教えてもらった、僕のロッカーにもひょうさんのポスターが貼ってありますね、そうなんだ、下の、そうなんだ、なるほど、尊敬している、はい、多くのコミュニケーションは僕は取っていきますね、そういう結構人とコミュニケーションを取ったり話したりするのが好きなので、まあそういう部分で、若いやつらと話をしたりとか、マハルとかアドとかね、本当舐めてますね、舐めてますか、あいつらね、そうでもまあ個人的にもそうやってくれた方が嬉しいんで、こっちもコミュニケーション取りやすいし、ここ、4年間すごいやりづらい相手ではありました、やっぱり、なんて言ってもうまい、苦手意識がありました、そうなんだ、あとはやっぱり特にアウェーですね、あの雰囲気、クラブハウスすげえなと思ってあやっぱそうですか、環境はやっぱちげえなと思いました、大分もあのクラブハウスはもちろん、J2 の中ってやっぱりないクラブもあるじゃないですか、その中で大分はすごい恵まれているクラブだったので、やっぱ大分はすごい環境だなと思って4年間やっていたんですけど、ジェフもまたすごいっすね、ジェフのサポーターは怖いイメージがありましたそうなんだ、怖いイメージありました、コーナーキックで上がっていく時とか怖いなと思ってましたねあ、そうですか、でもいざ千葉銀の時に、後ろで見守ってくれていて、すっごい頼もしかったし、いい雰囲気を作ってくれる、最高のサポーターの方々だなと思いました、